皆様こんにちは。今回も未来のコツの運用報告をファンドマネージャーの国部さんと私コツコツでお送りしていきます。よろしくお願いします。振り返れば2020年は新型コロナウイルス関連のニュース一色でしたね。そうだね。オリンピックも延期になったね。でも実は僕はすでにオリンピック開催に向けて着々と準備を進めているんだよ。ん？どういうことですか？どの競技に選ばれてもいいように修行中なんだ。はあ、国部さんって嘘はダメです。まあそうなんだけど、この動画を楽しんでもらうために期待されたら期待に応える恩返しです。ん？聞いたことある。半沢のやつ。国部さんパクった。早速ですが、今回のテーマはこちらです。今回は2020年9月までの運用の振り返り、そしてこの低金利下でどうやってリターンを得ているのの2つのテーマでお送りします。改めまして皆様こんにちは。未来のコツの運用報告をファンドマネージャーの国部さんと私コツコツでお送りしていきます。よろしくお願いします。まず今回のテーマの1つ目、2020年9月までの運用の振り返りについて説明いたします。まず未来のコツの基準価格の推移を見てみましょう。設定来おおむね安定して推移し、9月末で14,72円、リターンは 4.7%、 これを年率に換算すると 1.9% となっています。国部さん、直近6ヶ月、つまり2020年4月以降の金融市場はどのような環境だったのでしょう？はい、今年2月から3月にかけてのコロナショックでは、信用リスクの高まりや投資家の流動性確保の動きから、リスク資産のみならず国債も売られ、価格変動率が大きく上昇しました。FRB や ECB、日銀など主要な中央銀行は大規模な金融緩和政策を次々に打ち出しましたよね。はい、主要中央銀行が積極的に流動性を供給したおかげで、4月以降金融市場の混乱も落ち着きを取り戻しました。未来のコツの基準価格は3月末対比でプラス82円、騰落率で見ると 0.8% の上昇となりましたね。具体的にどのような要因が影響したのですか？中央銀行の緩和姿勢と各国政府の景気刺激策を背景に、債券市場が底堅く推移したことが大きいですね。為替市場はどうだったのでしょう？為替は欧州の復興基金の期待が高まったユーロや原油価格の反発を受けて豪ドルが上昇したことなどが基準価格の上昇要因につながったと考えております。足元の資産配分を見ると、薄い緑色の先進国国債の比率が4月以降徐々に引き上げられていますね。4月以降は市場のボラティリティ、つまり価格変動性が低下して通常の値動きに戻ってきたためです。なるほど。金融市場の変化に応じて現金等と債券の比率などを機動的に調整することで安定的な運用につなげているんですね。例えばコロナショックのように危機的な相場環境では、キャッシュ比率を一時的に引き上げるなどの対応を取ります。実際にコロナショックの時には基準価格の大幅な下落を回避することができました。いかがでしたか？2020年9月までの運用を振り返って、ポイントは主に次の2つです。まずポイント1、4月以降は金融市場の安定化に伴い、未来のコツはおおむね安定したパフォーマンスを維持しました。次にポイント2、コロナショックで急上昇した市場のボラティリティは4月以降低下、現金等比率は9月末時点で 11.5% まで引き下げました。次に今回の2つ目のテーマ、皆様からいただくご質問で多い、この低金利下でどうやってリターンを得ているのという点について、国部さんに聞いてみましょう。ところで国部さん、今は現金等を減らしてどんな国債を中心に組み入れているんですか？例えば5月からオーストラリアの国債を組み入れていますよね。お、コツコツくん、運用状況をしっかりチェックしていて関心だね。ところでコツコツくんはオーストラリアにどんなイメージを持ってるかな？なんといっても金利の高さが魅力ですよね。
その通り、オーストラリアは相対的に高い利回りが期待できるんだ。とは言っても、世界的な低金利環境で利回りは低下しているんじゃないですか？オーストラリアも利下げをしていますし。実は豪ドルは対円での為替ヘッジコストが低下しているため、国債の為替ヘッジ後の期待利回りに魅力が出てきているんだ。なるほど。それにオーストラリアは主要国の中でも財政が健全で信用格付けが高く、地域分散の観点などからも分散投資の効果が期待できますね。このグラフは残存10年のオーストラリア国債の為替ヘッジ前と為替ヘッジ後の期待利回りです。為替ヘッジ後で見ることで日本の投資家の皆さんの目線で比較ができるということですね。紺色の棒グラフで示された残存10年の為替ヘッジ後の期待利回りは2月末はほぼ 0% であったのに対しまして、9月末は 1.29% になっていますよね。はい、大幅に魅力が高まっていますね。あくまで今後市場動向等が変化しないと想定した場合の利回りだけれども、コロナショック前と比較すると魅力が大幅に増しているのがわかるよね。アメリカも同様に為替ヘッジコストの低下を背景に魅力が高まってきたことがわかるよね。はい、残存10年のアメリカ国債の期待利回りを見ると、水色の為替ヘッジ前の期待利回りは2月末から低下していますが、紺色の為替ヘッジ後ベースでは2月末ではマイナスだったのが9月末には 0.88% になっていますね。なるほど。足元でオーストラリアと同様にアメリカの国債の組み入れが増えたのは、為替ヘッジ後の期待利回りが魅力的な水準であることが理由なのですね。相場環境が変化していく中で為替ヘッジ後の期待利回りが向上し、相対的な魅力度の高い国債を捉えながらポートフォリオを構築しているんだよ。でもね、コツコツくん、他にも運用のコツがあるんだけど、わかるかな？なんでしょう。国債を選ぶ際はね、為替ヘッジ後の期待利回りの高さだけで判断してしまうと、ボラティリティ、つまり値動きも大きくなってしまう可能性があることに注意が必要だよ。値動きの大きさを考慮しながら安定したリターンを出す。難しそうですが、どのようにしているのでしょうか？左上の表はキャリー収益、右上は債券価格のボラティリティを国ごと、残存年限ごとに示したものです。キャリー収益とは、債券の利息収益とロールダウン効果のことですね。国部さん、この表を見ると、オーストラリアの20年国債が 2.2% と一番高いキャリー収益を得られますよね。でも、右上のボラティリティの表を見ると、オーストラリアの20年国債は 10.3% とリスクが相対的に高くなっています。そうなんだ。組み入れる国債を選ぶ際に利回りの高さだけで判断してしまうと、ボラティリティも高くなってしまう可能性があるため、相対的に高いキャリー収益を見込め、なおかつボラティリティの低い国債に投資することでリスクリターン効率の高い運用を目指しているんだ。例えば日本の15年国債のキャリー収益は 0.8% だけど、ボラティリティは 2.0% と、オーストラリアの20年国債に比べてリスク調整後キャリー収益は高いですね。なるほど。これが国債を選ぶ方法の一つなんですね。コツコツくん、安定したリターン獲得のためのコツについて最後にもう一つ、債券と為替は一般的にどんな関係があるか覚えているかな？はい、一般的に金利が低下するとその国の通貨建ての債券の価格は上昇する一方で、その国の通貨は売られやすい傾向があるという逆の動きをする関係でしたね。さすがコツコツくん、当ファンドではその債券と為替が逆の動きをする関係、逆相関性を利用しながら安定的かつ効率的に追加的なリターンを上乗せする運用を目指しているんだ。基準価格の変動を要因別に見ると、4月以降はオレンジで示された債券要因が青で示された為替要因による下落をオフセットしていますね。リスク対比で魅力度の高い債券を選ぶ際は、こうした為替との相関関係も参考にして資産配分を機動的に調整しているんだ。よくわかりました。国部さん、ありがとうございました。この低金利下でリターンを得るコツについて要点を整理します。ポイント1、当ファンドは金融市場の変動を捉え、変化に応じた最適な配分調整を行っています。足元では市場のボラティリティ低下に伴い、
現金等の組入れ比率を段階的に引き下げ、国債の組入れを高めています。ポイント2、国債を組入れる際は為替ヘッジ後でリスク対比魅力の高い国債を組み入れています。低金利環境はしばらく続く見込みですが、為替ヘッジコストの低下によって為替ヘッジ後のリターンはむしろ向上しています。相対的に高いキャリー収益を見込め、なおかつボラティリティの低い国債へ投資することでリスクリターン効率の高い運用を目指しています。以上、この低金利下でリターンはどうやって得ているの？のコーナーでした。それでは国部さん、最後に足元の運用状況と今後の運用方針について教えてください。はい、新型コロナウイルス感染拡大に伴う金融市場の混乱は主要中央銀行の流動性供給策などによって改善方向に向かっています。債券及び為替市場のボラティリティは穏やかな低下が続いており、今後もキャッシュ比率等を引き下げていく予定です。主要投資対象国のうち欧州については大規模な金融政策のサポートもあり、市場の安心感から強気に見ております。そのため現状はフランス国債の組入れ比率を高位に保っております。値動きがおおむね小さく、現状で為替ヘッジプレミアムが得られ、ロールダウン収益を得ながら安定した収益が期待できます。今後はアメリカの大統領選挙などの影響を見極めながらになりますけれども、現状の債券市場の落ち着き状況が続けば、さらなるキャッシュ率の引き下げと効率的で魅力的な年限の国債選定を継続し、利回りの上昇を目指していきます。それでは今回のまとめです。今回は2020年9月までの運用の振り返り、この低金利下でどうやってリターンを得ているの？のテーマでお送りしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。引き続き未来のコツをよろしくお願いします。